four. Oh.涙がこぼれないように思い出す夏の日一人ぼっちの夜涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜No, you'll do.どうも、どうもこんばんは。今度佐之助さんでございますけれども、はい、この今の歌を最初歌われた意味といいますか。ずっとね英語でやってたね僕あのまあブルースバンドブルースばっかやってたんだけども、なんか日本語でやんないかっていう話があってこの歌だったら歌えるってね。やったんですけど、はい、あとは全然知らないんですもんね。全然知らないですか。はい、もうダメですね。あの先ほどちょっとご紹介しましたですけれども、名古屋の方の、はい、そうです。ご出身って言ってもちっちゃい時、そうです。それすぐもうあのもっと田舎のね刈谷っていうところで育ったんですけど、うん、はい、はい、まあ、今日はですね家族の重大ニュースというのをですね、はい、いろいろとご紹介していきたいと思います。はい、まあテレビをご覧の皆さんからねいただく、もう行っちゃいますか。もう言ってますか。はい、それじゃあすいませんけど、はい、あそこシャウトで家族の重大ニュースっつうの、家族の重大ニュース、あおあおいいですか。はい、そうですか。はい、音楽的背景も減ってくればありませんでしたね。はい、すいませんね。はい、こちらはですね重大ニュースはですね、江戸川の方でございますが、村上茂人さん本人が東電の方だそうですけれども、東電の集金係をしておりますが、自分の家が未払いでびっくりして自分の家に自ら集金に行くことになったというのが、まあね、大変ですね。まあ、たわいのないテーマ。江東区匿名希望さんですが、父が部長に昇進した、母が商店街の福引きに当たった、僕は交通事故に遭った。あら、差し引き考えればこれは近藤さん幸せだと思いますか。いや、僕は損してますね。あ、損してますか。でも本人は我が家は幸せだと言ってますけど、何よりですね。ね、大久保博也くんは小学校3年生ですけど、寝なさい早くちっちゃい子は。我が家の重大ニュースはこの間、僕のお姉ちゃんは誕生日でもないのにお赤飯を作ってもらいました。これ怪しいな、親がなんか怪しい字で送ったっていう感じがしますけど、これはなんか左手で書いたかなって感じです。どうでしょうか、これ何歳のお赤飯を炊いたか。さあ、わかりません。ね、こちらはですね、北区の方ですけど、渡辺さん、かよこちゃんは、昨日私の妹がバイクの免許を取りましたと。これは大したこともありませんが、なんといってもファックスを買ったことかなって、ゴブに送るためって、これが入ってるところはゴブの宣伝っぽい感じがいたしますけれども、すいませんですね。近藤さんの近頃の重大ニュースといいますか、まあ重いニュースといいますか。特にないですね。ホコリンがヒットしたっていうのは、あれびっくりしましたね。はい、まあ、それがそういうということで、はい、じゃあちょっとあの CM を挟みましてですね、この後思い出の一曲をいろいろと皆さんがリクエスト来ておりますので、はい、演奏していただきます。はい、
それではですね、皆さんからのリクエストに近藤さんがお答えいただくということですけど、答えるかどうかわかんないですけどでも下北沢の方でお店、ちっちゃい店やってます。ストンプっていう店、ストンプっていう、はい、住友銀行のすぐそばっていうんですけど、はいはいはい、どうもよければまた、はい、そこではリクエストしても歌ってくれないですよね、ええ、違うんですよね、スタンバイミー、21歳ペンネームが幸せいっぱい夢いっぱいっていう、私は映画の日に学校をサボってスタンバイミーを見に行ってきましたと、席を一つ開けて座っていた彼がジュースをこぼしたので、うん、ハンカチを渡してあげたら、それがきっかけで付き合うことになったということで、今年の12月に結婚しますという。うわー、ら素晴らしい。これどうでしょうか、スタンバイミー。 When the night has come and the night is dark and the moon、はい、ちょっとすいません。続いて松尾慎二さんは23歳、寂しい熱帯魚。すいません、これは一体誰が歌っているでしょう。ここで問題です。おいおいって突っ込みたくなってしまいますが、これ知らないですか。知らないです。あ、会社に入社した時に僕には友達が一人もできなかったと、ね、ということで忘年会でこの歌を歌ったら友達ができたという歌だったんですけれども、はい、ダメでございますか、はい、タクシー。あ、タクシーね、うん、今練習中です。はい、ですね、あとですね、はい、さっきリクエスト曲じゃなくて、ふさのすけさんができる曲っていうのを書きましたら、はい、あれ何番目の曲やってくれとかって言ってるんですよ。ジュークボックスじゃないっていう感じがリクエストになっちゃってますけど、はい、いいですか、はい、17番目の道の甲のボーイっていう、なんとかこんとかボーイ、杉並区の安藤さん、ノーノーボーイですか、うん、今あけまして、今、17番目です、はい、どれでしょう、ザザザザザザ、あ、ノノノボーイ、当たってました。言ってもいいかい、イエ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 イベイビー、ごめんそれあれリクエストでできる曲でも何でもないことで、はい、いや、できますよ。あ、大丈夫ですか、はい、あと、この人はですね、はい、本来外務省が行うことだから金丸さんが一人でやるべきではないなってことで長谷田谷の三谷明さんは泳げたい焼きくん、初めて自分のお金で買ったレコード。うわ、これは毎日毎日、ありましたね。忘れちゃいましたか、ポンポコリン買ってくださいあれは印税契約してるんですか、ポンポコリン。いやしたいんですよ、だから。あ、はい、泳げたい焼きくんもあれ歌唱、歌唱料だけで、だから第二の下雅人って呼びませんどういうことかっていうと、はい、歌唱料っていうのは例えば5万円で1曲歌って、はい、それで OK、 そういう感じだと思います。それであんまりお金のこと疎いもんだからダメなんですよ、僕は。あ、そうなんですか、はい、でもここで今なんとか覆したいと思ってるという、はい、Don't let me down、 歌っている姿がかっこいいという後藤薫さんは板橋の、これどうでしょうか。 Don't let me downいいですかあれイントロクイズやってたんですけど、はい